聴者の方が LINE 来たので、こんばんはライドさん、いつも配信楽しみにしています。私の LINE も読んでいただきありがとうございます。私はツイッターでつぶやいています。モネちゃんファンはツイッターが多いです。あ、確かにそうかもしれないですね。僕たまに見ますけどね。モネちゃんお誕生日25日にビルボードライブがありました。27ですよね、誕生日ね。25って書いてある。27ですよね。今日は25日は武道館ですよね。で、今日は大阪のビルボードで2公演あるそうです。公演見に行くファンが何人かいます。武道館と4公演ですね。あ、そっかそっか、武道館の流れでやってるんだ。そういうことね。すごいですね。私は仕事がありそんなには行かれませんね。よくチケット取りましたね。ビルボードは近くて、モネちゃんめちゃくちゃ見えてそうです。行きたかったです。いつも長くなりすみません、また LINE します。そうなんです。だからめちゃくちゃ働くんですよね。武道館をあんなね、ステージをこうやったら、僕は体力的にもね、1週間ぐらい休む気がするんですよ。それなのに、2日後から、誕生日2日後ですよね、もうビルボードライブやってるんですよね。確かにツイッターにいっぱい載ってたんですよ。後で見ましたが。皆様、上白石萌音25歳、たくさんお祝いしていただきまして、誠にありがとうございました。ビルボード東京、とても素敵な空間でした。また立たせていただきますように、ビルボード大阪もよろしくお願いします。ビルボードのステージも結構天井高くて大きいですね。これなんだろう、夜景が見えるのかな？なんだろうね。結構綺麗な感じですよね。で、みんなもツイートしてますね。日付が変わる前にもう一度、モネちゃん、誕生日おめでとうございます。ビルボード東京でライブは武道館とはまた違った趣向で最高の歌声で感動しました。アラサー笑いに突入しても変わらず可愛らしいモネちゃんでいてくださいね。大阪も客席いじりよろしく。あ、客席いじりなんかするんですね。例の幕を開けるとそんな素敵な夜空が見えていたのですね。綺麗。こちらこそモネちゃんのお誕生日をあのような素敵空間で迎えられた本当に幸せな夜でした。ありがとうございました。日をまたいでしまいましたが、本当に誕生日おめでとうございます。素敵な25歳の1年になりますよ。結構な人言ってるんですね。マネージャーさんのお知らせ、超ありがとうございます。行きたかった大阪もチケット完売で行けません。武道館を行かせてもらったので、ビルボードの感想を読ませてもらって雰囲気を感じています。またビルボードみたいなライブを何卒よろしくお願いします。まあ、ビルボードは売り切れんだろうなと思いますけどね。ビルボード大阪、大盛り上がりの2公演でした。これにてひとまず、レンチャンライブは終了です。終演です。明日からみんなで泣いたり笑ったり、怒ったり悩んだりしながら日々を重ねて、ワイワイガヤガヤ持ち寄りましょう。誠にありがとうございました。これマネージャーさんですね。ビルボード大阪ファーストステージ終了。衣装は黒のトップスと赤いスカート。声出しが武道館の次の日解禁となって持ってないと投げてた。なるほど。コンサートとかスポーツ観戦でね、声出し OK に政府の手法、あれでなったんですよね。あ、それが武道館の次の日からだったのね。それで、私持ってないなと。そういうことね。面白い、それは。好きなタイプは一人で生活できる人。またいろいろタイプが出てきましたね。じゃああれですね、小道寺とかは嫌だってことですね。実家で生活してる人は。やっといる普段ネタバレ OK な私だけど、ラット好きなの知ってる沼友達、みんなが必死で隠し通してくれて、おかげさまでイントロでうーって、みんな優しすぎ。推し3人が同じ曲を歌うとかも幸せ。モネバージョンのスパークルは語る感じでした。あ、これ歌ったんだ。スパークルって確か、佐藤健くんが歌った曲ですよね。ラトウィムスのね。モネちゃんも歌ったの。これセットリストだ。Tear of Two、Jellyfish、スターチス、土砂降り、水色の雨、ヤガミジュンパさん、ウーマン W の悲劇、On My Own、スパークル、愛すべきブルー、ブラックペーパーのたっぷり切った私の作ったオニオンスライス、君の名前、アンコール、探偵ロマンスの、はい。スマイル、って言った。大阪のみ。大橋トリオさんのってことね。そうなんだ。じゃあ、たけるくんが歌ったあのスパークルを、モネちゃんも歌ったってことですか。ビルボードライブ大阪終わった。最新曲歌ってよ感動。モネちゃんの衣装も素敵だわ。いい声だし、いい音。モネちゃんありがとう。ビルボード大阪セカンド終わりました。
会場が遅れたので開演も10分遅れて19時40分にスタート、21時5分に終わりました。最終の新幹線に乗る予定だったから焦ったけど、なんとか4分前にホームに着いて21時2時4分に間に合った。セットリは東京と同じプラス探偵ロマンスの曲をアカペラで歌ってくれました。あ、アカペラで歌ったの。おー、ファンに対して私だからといって私の作品を全て見る必要はない、自分の生活を大事にしてほしいって言った直後に、だけど探偵ロマンス だけは面白いので絶対に見てくださいって言ってて、みんな大爆笑して、たまに出る S モネ本当好き。なるほど。でもモネちゃんってなんか S っぽいですけどね、雰囲気ね。うん、なんかこいつのイメージで勝手に M ってなってますけど、ずっとこうモネちゃん見てると結構 S っぽい雰囲気持ってんなと思いますけど。なるほど、結構みんな行った人多いんですね。すごいですね。